カナエ聞いたよ、結婚したんだって。あ、エツコ久しぶり。地元出ちゃったから全然会ってないのね。ほんと？エツコはまだ地元にいるの？うん、いるよ。悪い？いやいや、聞いただけだよ。自分が結婚したからってマウント取らないでよ。そんなつもりは。気を悪くしたならごめん。私は結婚相手を吟味している最中なのよ。妥協したくないから。そうなんだ。カナエの旦那さんは何してる人なの？普通のサラリーマンだけど。サラリーマン？どこの会社？シュラマル出版だけど。出版社？知らないな。小さな出版社なの？うん、まあ大手ではないかな。バーベキューとかガーデニングとか趣味関係の参考書を出している出版社なの。へえ、なんか地味だね。それって稼げるの？まあ高収入ではないけど、主人が楽しんで働いてるからいっかって感じ。うち共働きだし。なんかかわいそう。え？焦って給料低い人と結婚しちゃったんだね。妥協したな。いや、そんなつもりないけど。別にお互いがいいと思ってるならよくない？あなたにつべこべ言われる筋合いないんだけど。まあそんなにムキになるなって。私は心配してあげてるのよ。てか旦那いくつ？私の5つ上だから43歳かな。うわ、おじさんじゃん。結婚に焦ったおじさんおばさんが仕方なく結ばれたって感じだね。ひどい言い方。昔からだけど、本当にあなたって意地悪だよね。余計なお世話。自分を棚にあげてよく言えるよね。私はお金持ちな王子様が現れるのを待ってるだけだよ。妥協はしたくないの。王子様って、あんた38歳でしょ？ 10 代じゃないんだから。ふん、まあそうやって言ってればいいわ。私がイケメン20代の金持ちを捕まえても結婚式には呼ばないから。はいはい、どうぞご勝手に。あんたみたいなのはおじさん亭主とご隠居してなさいよ。ひどっ。そっちから連絡してきたのに。もう連絡してこなくていいから。ま、地味な夫婦の日常も面白そうだから、たまに近所報告してね。お断りします。ズコ。私の名前はカナエ。都内で事務の仕事をしている38歳です。私は去年、婚活サイトで知り合った男性と入籍しました。彼とは趣味も合い、お金持ちではありませんが、私たちなりに楽しい結婚生活を送っています。そんな噂を聞きつけ、幼馴染のエツコが久しぶりに連絡してきました。彼女とは幼馴染ではありますが、私は正直苦手で、昔から傲慢で意地悪な性格でした。LINE で夫を侮辱されたので、二度と連絡しまいと思っていたのですが、また彼女から LINE が。カナエ、ビッグニュース。どうしたの？私、彼氏ができたの。え、そうなの？おめでとう。もっと喜んでよ。どんな人？あんたの旦那とは格が違うわよ。また嫌味を。会社経営者よ、35歳。めちゃくちゃお金持ち。私は勝ち組よ。よかったね。それじゃあまた。ちょいちょいちょい、もっと聞くことないの？エツコ姫に彼氏ができたのよ。別に興味ないから。何よ、嫉妬すんなって。ちなみにあんたの旦那は元気？相変わらず小銭稼ぎしてんの？まあね。まだあの小さな出版社にいるの？出版社は辞めたよ。え？じゃあ無職？やばい、悲惨。いや、それで丸太出版に移った。え？あのスーパー大手の？うん、昔の同僚からヘッドハンティングの話があって。そうなのね。すごいわね。でもどうせ契約社員かなんかでしょ？いや、編集長だけど。え、マジ？うん。ホビーズって雑誌わかる？え、ホビーズ？めちゃくちゃ人気雑誌じゃん。あれ、先月号の付録のバッグ欲しかったんだけど、どこも売り切れてて。ああ、あれね。主人が企画したの。どや？すごい！よかったらもらえたりしない？親友の頼みよ。は？無理。あんなにバカにしてた人にあげるわけないでしょ。ガビン、ごめんなさい。ほんの妬みで。やっと認めてくれたわね。どんなに妬ましくても、言葉選びには気をつけなさい。はい。まあとにかく、彼氏とお幸せにね。私にはもう関わらないで。そんな、ひどいわ。どうやって結婚までいけるかアドバイスちょうだいよ。手のひら返し、やば。まあ何事も欲を出しすぎないことね。特にあなたみたいな人はボロが出るから、私から言えるのはそれだけ。え、ちょっとどういうこと？アラフォーなんだからそれくらい自分で考えなさい。ちょっと！
エツコは私の主人がキャリアアップした途端、私にアドバイスを求めるようになりました。まったく、単純に嫌なやつですよね。わかりやすすぎて、ある意味心配です。そしてまたまた数ヶ月後、忘れていた頃にエツコから LINE が。許せない、呪ってやる。ちょっとどうしたの？っていうかもう連絡してこないでよ。あなたまでそんなこと言うの？わかった、今回だけ聞くわ。どうした？彼氏が結婚してたの。え？あの35歳の社長だっけ？そうよ、私は不倫相手だったの。奥さんも子供もいたのよ。それはご愁傷様だね。今まで騙されてたの、チッキショー。とりあえず落ち着きなよ。なんでわかったの？私が結婚を迫って新居を探し出したら相手が自白したの。最低でしょ。うわぁ、地獄絵図。それで今後はどうするつもり？別れようと思ったけど諦められないから奥さんに宣戦布告しに行く。は？だって絶対に彼には私の方が合ってるし。彼はなんて？音信不通よ。だから一日中電話かけまくってる。あっちゃー、あのさ、エツコ、それは誰も幸せにならないから、エツコが引き下がるしかないよ。え、なんでよ？もちろん彼が一番最低だけど、そんな奴のために時間使うのも尺じゃん？ここはエツコが変わる時だと思うの。この前たまたま会ったけど、おばさんも心配してたよ。おばさんってうちのママ？うん。おばさん今まで女で一つで育ててくれたんでしょ？エツコはわがままでどうしようもないけど、幸せになってほしいって泣きながら言ってたよ。ママ、そんなことを。だからさ、おばさんのためにも不倫なんかでジタバタしないで新しい恋したら？そっか、そうだよね。確かにあんたは昔からわがままでどうしようもないやつだけど、ずこ、あなたをいいって言ってくれてるお見合い相手もいるみたいじゃない？そうだ、ママが見合い見合いってうるさく言ってたな。それもおばさんなりにあんたを思ってくれての行動なんじゃないの？そうなのかな。いい加減意地張ってないで現実に向き合いなよ。王子様なんて言ってないでさ。あんたに説教されるのは腹立つけど一理あるわね。ま、幼馴染から言えることはこれくらい。たまーにくらいなら連絡してきていいよ。なにそれ。相変わらずうざいけど数少ない幼馴染だしね。でもあんたの癖の強さを食らうのは5年に1回くらいでいいかも。なによそれ。けどありがとう。どや、あんたの俺生まれて初めて聞いた。じゃあ頑張んなよ。母親泣かせんなよ。わかった。私の説得もあり、エツコは不倫相手とは別れました。その最低男は他に何人も女がいたらしく、結局バレて奥さんとは離婚したらしいです。不倫がバレ、会社もうまくいってないんだとか。自業自得ですね。エツコは結局地元でお見合いをし、市役所に勤める堅実な男性と結婚。田舎で一軒家を買い、幸せに暮らしていると年賀状で知りました。彼女がこのまま意地を張らず幸せに暮らしていけることを願っています。ちょっとマリコさん、どういうこと？お宅の息子さんがうちの庭にいるんだけど。あ、見ててね、よろー。あのね、以前も言ったけど勝手に託児するのはやめてちょうだい。こっちも仕事があるので困ります。仕事って、ぷぷぷぷ、してないじゃん。いやいや、在宅で仕事してるって説明したよね。ああ、お絵描きの仕事でしょ？遊びみたいなもんなんだから、子供の面倒くらい見れるじゃん。お絵描きって、私の仕事はイラストレーターなんだってば。今は繁忙期で本当に忙しいの。お子さんは見れませんから。は？こっちだって仕事だし。仕事？だってマリコさんの仕事って、朝一の清掃のお仕事でしょ？今はもう午後なんだけど。まあ、私もいろいろあるのよ。ユイさんみたいな子供の遊びみたいな仕事じゃなくて、しっかり稼げる仕事ね。ハッピーハッピーな仕事なんだから。ちょっと、まさかだけど変な仕事じゃないよね。そっちの変な仕事と一緒にしないで。ちゃんと資格が必要な仕事なんだから。私は今、そのために頑張ってるのよ。頑張ることはいいことだよ。でも勝手に子供を置いていくような真似はおかしいんじゃない？ふぅ、ゆいさんって義理でも私の姉じゃん。それくらい面倒見て当然じゃないの？
確かにマリコさんは妹になるのかもしれないけど、そもそも年齢はそっちが上でしょ。こういう時だけ妹になるのやめてくれないかな。姉妹の助け合いって美しいと思わないの？そもそもこっちばっかり助けてるでしょ。勝手に子供置いていくし、以前は冷蔵庫のものを勝手に持って行ったりしたよね。てか今は入れてくれなくなったじゃん。当然でしょ。勝手に家のもの食べるし、タッパーに詰めて持って帰ろうとするし、洗剤や生理用品のストックまで勝手に持って帰ったでしょ。そんな盗賊みたいな人は入れたくありません。ひどい。可愛い妹にあげようって気持ちないの？盗賊はお断り。お子さん早く連れて帰ってね。私もうこれからクライアントと打ち合わせが始まるから。ひどいひどいひどい。うちの子がどうなってもいいの？な、こなしにはわからないのかしらね。あ、セミナー始まるからあとはよろしくね。ちょっといい加減にしなさいよ。私はユイ、今年29歳になりました。2年前に結婚して、今は主婦をしながらフリーのイラストレーターとして活動しています。主人も実家もいい人ばかりなのですが、主人の弟の嫁、つまり義弟嫁のマリコさんだけはこんな感じ。誰が何を言っても全く変わろうとしません。私も何度も怒ってきましたが、彼女は全く気にせず、託児を押し付けてくる始末。それどころか断るようになってからは勝手に庭先に置いていくようになりました。子供にもしものことがあったらどうするつもりなのか。これはもう痛い目に遭わないとわからないのだろうと思っていた矢先、マリコさんにとんでもないことが起きたんです。お姉ちゃん助けて。また託児ですか？そうじゃなくてお金貸して。はい、なんで？いいから助けてほしいの。理由もわからないのに貸せませんよ。そもそもなんでお金がないんですか？以前は貯金がたくさんあるのよ、おほほーって自慢してきたじゃないですか。いや、それはその資格にお金がかかるというか、なんか仕事関係の資格でしたっけ。そりゃお金がかかる資格もあるでしょうけど、借金してまで取得する必要あるんですか？てか何の資格なんです？ハイパーミラクル投資コネクションアドバイザー。何それ、聞いたこともないですけど。これからすごく稼げる投資システムのアドバイザーなのよ。どんどん参加する人が増えてるから、今のうちに講師になったらお得だって。もしかして子供預けてそのセミナーに参加してたの？そうよ、だって今がお得だって言うんだもん。呆れた。それどう考えてもやばいやつでしょ。なんでわかるのよ。ハイパーミラクルもおかしいし、投資コネクションって、そもそも投資だったら、ファイナンシャルプランナーとか、証券アナリストの資格もあるじゃない。何それ。投資の資格を取得しようとしている人が、知らないの？だって、今はまだ投資の練習中だったのよ。実際にお金を使ってたんでしょ？だって、まずは講師として実践を経験しろって。でも500万入れてもすぐ550万にして帰ってくるシステムだからって。500万も使っちゃったの？私たら連絡取れなくなって。セミナーはどこでやってたの？ファミレスとか。マリコさん一人？一人が多いかな。他にも数人参加してることもあるけど。まあよくそんな分かりやすいのに引っかかるわね。どうしようどうしよう、夫に怒られちゃう。怒られるだけで済むならいいけどね。お願い、お金貸して。500万。無理よ無理。てか私のことを子供の遊びみたいな仕事してるって言ってたよね。そうだっけ。履歴にしっかり残ってるわよ。そんな人にお金貸す義理なんてないし、自業自得なんだから、さっさと弟に謝ったら。私騙されたのかな。でしょうね。いやー、どうしようどうしよう。じゃあこっちも仕事で忙しいので。ハイパーなんたらかんたらという資格を調べてみると、予想通り詐欺でした。副業を持ちかけてお金を騙し取るような集団みたいです。そしてこの詐欺が明らかになったことで、マリコさんの悪行も次々と明らかになっていったんです。離婚だって。お金も一銭も渡さないって。どうしてどうして。
どうしてって家族会議に私も参加したけど家のお金全部つぎ込んでたらしいじゃない。普通そこまでやる？だって不倫してたでしょ。え？なんで知ってるの？もしかしてアキラさんと知り合いなの？いやそれは知らないけど、やっぱりそうだったんだね。ネットで調べたんだけど、美男美女が既婚者を騙すような集団だって。それで愛してる、僕にふさわしい女性になってとか言われてお金つぎ込んじゃう人がたくさんいるって見たよ。嘘。じゃあアキラさんは他の人とも関係を持ってたってこと？ま、そうなんじゃない？慰謝料発生しそうだね、こりゃ。そんな。おまけにネズミ講みたいに周りを勧誘してたんでしょ。マリコさんが詐欺師として訴えられる可能性もあったりして。私お金ないんだよ。旦那はお金あるのに。いくら離婚だからってそんなのずるい。子供の親権も夫に行くことになるし。まあ一銭もないんじゃ子育ては無理だよね。というか夫婦の共有資産は全部あなたが使っちゃったんでしょ。それは詐欺にあっただけならまだしも、不倫してそのために私に託児してたわけでしょ。そんなことしておいてよく言えるね。私これからどうなるのよ。こんな時まで自分の心配？子供のことは？だってこれからどうなるって決まってるじゃない。どうなるの？地獄に落ちるんでしょ。やだ。後日マリコさんと義弟は離婚したわけなのですが、その後は悲惨でした。ボロボロで虫だらけのシェアハウスに住みながら働いて、慰謝料や養育費を稼ぐ日々、そして裁判なども起こされ、体も心もボロボロに。そんな状況の中、すがりつくように再婚した年上の男性が精神的にちょっとやばい人、余計にひどい状況になりまた離婚。今は山奥の病院にひっそりと入院しています。こちら側ですが、私は念願だった子宝を授かりました。マリコさんのお子さんも一時は暴れん坊でしたが、母親の影響が大きかったのでしょう。今は義弟と二人暮らしになったこともあり、穏やかでいい子になりました。今はいとこが生まれることをすごく楽しみにしてくれています。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。